ゼルクレアアークベレザ爆死選手権イエイということで、どうも皆さんこんにちは、こんばんは。ゆうころチャンネルのゆうころです。よろしくお願いします。今日はですね、アークベルザーゼルクレアの爆死選手権、そして神引き選手権やっていこうと思います。はい、どういう企画かと言いますと、まあ、ゼルクレアとアークベルザって8000円確定額があったりとか、ゴッドエースだったら 2.5% だったりするんですけど、当たり前ながら課金税って運が悪いとアークベルザの 2.5%、 ビスマルクじゃない、ごめん、アークベルザの 2.5%、 ゼルクレアの 2.5% を爆死しちゃう可能性があるわけですよ。特にやばいのが、何十回とか引いてんのにアークベルザ出ない上に、さらに確定枠ではゼルクレアが出て、しかもガチャでゼルクレアめっちゃ出るみたいな。だからゼルクレア3体所持なのにアークベルザ0体所持みたいな可能性がありえるわけですよね。まあ、今日はそういう新フェス源の闇がどんなもんかっていうのをみんなに紹介していければなと思います。ちょっとスマホ直撮りなんでね、声聞こえづらいかもしれませんが、よろしくお願いします。まあ、どっちからいきますか。神引きからちょっと見ておきますか。まあ、神引きは正直そんなあんま興味ないんだけど、まあ、ちょっとおもろいやつがいるかもしれないからね。371位ねってことは結構な人が送ってくれてるはずなんで。あ、終わって、あ、みんな、え、あ、あ、あ、ん、え、これにする？サムネ。もう。これ、タイトルやめよっか、今日。変えます。どうも皆さんこんにちは。今回なんですけども、ゼルクレアアークベルザ神引き選手権イエイ。神引き爆死したやつは知らない。これ何これ、もうここでさ終わるじゃん、この動画の視聴継続率。もうみんなこれ見て満足しないでね。今日爆死選手権が一応今日主役だからね。何これ、はぁ、何これ、え、何これ、マジで何これ、どういうこと？これなんで10回引けてるの？この人は。何これ？すごすぎ？なんで10回引けてんの？これって。どういうこと？ん？まずよくわからんわ。え？何？ちょっと待って。待って、そういうこと？単発で引いたら10連ガチャだら出てきて、10連ガチャだからこの画面に映ってこうなったってこと？え、やばくない？普通に。これ一瞬コラ画像かと思ったんだけど、マジで。でもコラ画像にしては現実的だもんな。普通にアヌビスとかいるし。やば、マジで。これ、爆死パターンどうなってんだ？地獄やぞ、多分。ちょ、お前さ、違う、このさ、タピオカごめん。こいつが悪いわ。すまん。タピオカ、シュンピーのツイッター ID さらしとくから、これ、シュンピーが悪いわ、これ。タピオカの引きめちゃくちゃすごいのにさ、なんかシュンピーのせいで、ちょっと今、心の奥で、おう、アークベルザかって思った俺がいるもん。タピオカはまあ友達なんだけど、こいつは。ちょ、終わってる、マジで。見る、この、ツイッターのいいね順が悪いわ、これ。これもういいね順のせいでこうなっちゃうんだから。ちょ、何これ、何が起こってんの、マジで。え、まあでも 2.5% と 2.5% を3回引くっていうのが、まあ、可能は可能か、そら。まあ、だとしてもやばいな。はぁ、何これ、え、何、ちょっと待って待って。え、2枚引きしすぎじゃない、こんないんの、え、何これ、やば、え、やばくない、やば、え、2枚引きしてるやつ多すぎん、ガチで。あ、てかこれとかもめっちゃいいじゃん、アークベルザ2枚。アークベルザって2体目以降もバカ強いからね、武器最強なんで。で、戦況と空バーシェンでしょ、めちゃくちゃいいじゃん、こんな。わーお、えぐ、うわー、やば、すごっ、えぐ、おほほほ、これやばいね、これたまらんね。5連で引き、まああんま良くなくて、まあ、100連行嬉しいかぐらいで、でもまあ3連あるし、3連追加何出るんだろうと思ったら、ゼルクレア2枚持ってるんでしょ、やばいなこれ。いや、いいね、結構みんな意外といい引きしてるなこれ。でもやっぱちょっとあのさ、これがさ、ダメだよ。もうこのダメだ。もう神引き選手権これで終わりだ。こいつで終わりだわ。だってこんなんされたらもう無理やもん。やっぱこいつか、こいつ。こいつら2人もうすごすぎるから。神の引きし、ちょ、記念フォローしとこう、マジで。こいつらからあの、お前フォローしといた方がいいよ。こういうやつフォローしてんな、ちょっとでも確率上げるんだよ。やば。ちょ、待って。本編がほぼ終わったんだけど、待って。今何分これ。え、やばい、俺もう5分撮ってんの。ちょ、待って。本編。ちょ、ごめん。真の本編いくよ。こっからだよ。いきます。ゼルクレアアークベルザ爆死選手権イエイ。
今日これですから本編。爆死選手権の方が参加者少ねえんだよな。頼む頼む、爆死してくれ、頼む。いきますいきます。いいねが多かった順で誰が出てくるか、まずカズマロ、ニセゼルクレアもう俺わかるわ、ちょっと待って、もうわかる、もうわかった、もうわかった、俺今から何が出てくるかもうわかったんだけど、まあ一応見るか。出すぎだろ痛い、ちょっと待って、ベッドから落ちる出すぎだろこれ、3枚出とるやんこいつ、かわいそすぎる。ちょ、しかも何がやばいって、これフェス源自体はもうゴミだな、これはやばいわ、これゴミ引き2年あって、かわいそすぎる、2年前のボットです、これはかわいそう。まあ、でまだフェス源出てるだけ耐えじゃない、ほらこういうやつがいるからかわいそすぎる。あー、俺ってやっぱ日頃爆死してねえんだな、俺なんてこんな引きあんまないもん、やばい、これやばい。え、お前ら分かってる、このガチャってあの排出率70何パーとかっすよ、当たりキャラの排出率70何パーで、それで20何パーを5体引いてますからね。ラーホルスとかも当たりキャラでは一応ないんで今回は。いや、えぐ、待って、えぐいな、全部虹だったから期待したのに。あ、でもまあまだクーバーシェン出てるだけね、命は途絶えなかったね。でもこっち命途絶えてるもん、もう完全に。多分この麦茶より緑茶派さん、もう多分ツイートしてないよ、パズルやめてるから。これクソすぎるだちょっと、でもやっぱ待って、これがこのさ、これが面白いわ、そのこのさ、ニセゼルクレアっていうツイートが面白いわ、もうこいつのツイートが成立しすぎてるもん、これが一番おもろいわ。かわいい、ちょ、みんなの見てこうぜ。他はちょ、ながらでいくか、全部。いやー、まあね、え、なんかさ、ゴレンの爆笑やっぱめっちゃこういうの見たかったのよ。2万でアークベルザン2、ゼルクレア0、後天7かわいそうすぎる。3万で確定のアークベルザンのみ諦め、グロくね、マジで。これグロいな。しかもさ、確定のアークベルザのみってことは、ゼルクレアアークベルザ0体ってことだよ。笑えん。いや、おい、笑えない。普通に。笑えん。で、こういう5連とかだったら、まあ、言ってもさ、まださ、こうみんなでなんていうの、あー、なんかその、ね。まあ、50年爆死したんだねぐらいだから、ネタにして笑えるけど、3万とか2万とか笑えん、全然。あ、でもこれもきついね。まあ、カーストラゴンが一応ギリ使える？使えないか。かわいそすぎる。まあ、こんな人もいれば、まあ、こんな人もいれば、こんな人もいる。うん。まあ、パズドラのね、ガチャは残酷ですね、本当に。まあ、もし皆さんがね、これからパズドラ Z スーパーゴテス引こうと思ってる人はね、ああいう神引きをできる可能性もありますし、地獄を見る可能性もあるんでね、ぜひ覚悟して引いてみてください。ということで、今日はね、あのみんなの神引きと爆死を見てね、あの遊ぶ動画でした。ぜひ皆さん、かわいそうだと思った人は、こんなコメント欄でかわいそうとか書かなくていいんで、俺のツイートに行って、この爆死してる人にフォローしてあげてください、本当に。どんまいとか、送らなくていいから、フォローだけしといてあげてね。はい、ということで、じゃあ終わります。チャンネル登録、高評価お願いします。ご視聴ありがとうございました。